奇遇だな。スメールの旦那と契約の話を終えたばかりのところに、またこうしてお前と出会えるとはな。戻ってもう少し飲まないか。去年のウィンドブルーム祭のあのことについて話がしたいんだ。あれはなんだ、まだ用事があるのか。相変わらず忙しいんだな。わかったよ。時間があるときにまたエンジェルズシェアの俺のところまで来てくれ。じゃあ元気でな。ふふ